こんにちは、アンディです。今回ご紹介したい本はですね、あんま多分受けは良くないと思うんですけど、言霊の国解体新書って本ですね。これ伊沢元彦先生の本なんですけど、最近ちょっと伊沢先生の本読ませてもらっていて、でこれはなんかこの表紙からしてなんかゾクゾクしたんですよ。なんかわかんないけど、で言霊っていうのはもちろんその言葉にね魂が宿ると。だからこの本の中に書かれているのは、要するに日本人っていうのは雨が降るよと言ったら雨が降る国なんだと。でこれはどういうことを言ってるかというと、例えばそのあるね、グループがあって、そのグループが楽しみにしている行事イベントがあるとしますよね。でそのグループが楽しみにしているイベントの中で、その中に消極的な人もいるわけですよ。でそうすると、ああ当日雨が降ってね、中止になればいいのにって言ったとして、でじゃあ実際にその当日を迎えて雨が降って中止になったとしたら、その周りの人がその雨が降ったらいいのにと言った人を責めるだろうと、ね、お前が変なことを言ったから本当に雨が降って中止になったじゃないか、どうしてくれるんだみたいなことを言ってしまう。でも実際にはその人は意見を言っただけだと。私は雨が降って中止になってほしいという個人的な意見を放っただけですっていう話なんだけども、でも周りからしたら、お前が雨を降るって言ったから雨が降ったんだみたいな因果関係として捉えてしまう。でそういう感覚が日本人にはあるんじゃないかと。で例えば序盤の方にも語られているのは、自衛隊っていう組織はもともと軍隊であることは間違いないと。他の国が持ってる軍隊に対して、日本っていうのも、まあ、軍隊を持つこと自体は別に悪いことでも何でもないんだけれど、まあ、もちろんその自衛隊ができた時、防衛省っていうものが生まれる前には GHQ によって1945年からね、占領が始まって、で、まあ、海軍陸軍をまあ、解体させられたんだけども、結局朝鮮戦争とか起こって冷戦の中に、ね、入ってくると、日本っていうのがソ連とか中国から近い場所にあって、地理的にも戦略上すごい重要だから、じゃあ軍隊持たないといけないよねっつって、まあ、自衛隊の前身となる警察予備隊が作られて、でそういった中で、まあ、その軍隊と呼べないんだけれど、平和憲法はもうできちゃったからね、憲法9条があるから、日本国憲法はもう GHQ によって草案作られて、それがもう通ってしまって日本国憲法になっちゃってるから、法律上軍隊は持てないことになってるんだけど、軍隊持たないとやっていけないし、アメリカも守りきれない。でアメリカ守りきれないっていうのは、ソ連と、まあ、もちろんロシアと中国との間で、日本っていうのはすごい重要な土地なんだけど、守りきれないから自分たちの力で守ってくれるような形にしてねって。 GHQ って言ってももちろんね、連合国軍って言っても中心はアメリカだったから、アメリカのね、特にマッカーサーの意向が働いているんだけども、要するに日本っていうのは軍隊を持たないといけない状況になったんだけど、その軍隊と言っちゃいけない状況になったから自衛隊って言葉を生み出していて、でも持ってるのは軍隊なんだから、その軍隊を自衛隊と呼ぼうが軍隊と呼ぼうが本当の実態っていうのは変わらないはずなのに、日本人っていうのはなぜか言葉を変えると実態が変わったように考えられちゃう民族だというのがこの本には書いてあるわけですよね。でもちろんこれはもともとアニミズム信仰から来ていて、縄文時代からあるね、八百万の神の信仰と同じように、そのいろんなものに魂が宿るという感覚は私たち日本人には間違いなくあって、でそれが言葉にもね、魂が宿るという感覚があるのはわかるんだけども、でそういったものがなんかいつの間にか因果関係、実質的な因果関係になっちゃってる、そういうふうになんかこうどこかで論理的にすり替わっちゃってる部分が日本人の中にはある。それが言霊の国であると。だから、いろんな、まあ、事例が書いてあるんだけども、最終的に私たちっていうのはその認識の仕方をね、注意しないといけませんよねと。言葉にされたことが起こったとしても、その言葉にされたことと起こったことっていうのは因果関係は実質的にはないのだから、そこをね、感情的に結びつけて考えてはいけませんよねっていう話が書いてあるんだけど、そこまでに至るそのまあ言ってしまえばくどくど書いてあるっていうのがこの本です。なのでこういうなんだろうな、文学的な話とかちょっとね、理屈っぽい話が好きな方っていうのはいいかなと。例えば、この本の中には書いてなかったんだけども、受験に関してはね、滑るとか落ちるとかっていう言葉を言っちゃいけないっていう、なんかこう不文律みたいのがあるわけじゃないですか。でなんかこうね、受験の日の朝はカツ丼みたいなわかんないけど、今もそうかわかんないですけど、なんかこう験を担ぐみたいなことはやっぱり実際あって、そういうこと、例えば昔だったらこう里芋っていうのは皮を出さずに出していた。でそれっていうのは皮を剥いたら里芋っていうのはツルツルしているもんだから、ツルツルしてよく滑るものはちゃんと皮をつけたまま出して縁起を担ぐみたいな話があったりして、私たちっていうのはやっぱ言葉に関してすごく敏感な部分は確かにありますよね。だからなんかそういった言霊というものにフォーカスしていくと、私たちの日本のあり方とか私たちの日本人の感覚ってものがちょっとね、なんかね、見えてくるところがあるなと思ったんで、この本一冊読んでみてちょっとね、こういうこと考えたことなかったなっていうのがあったので面白いかなと思いました。なので今回その伊沢元彦先生の、まあ、言霊の国解体新書、ちょっと読みにくいかもしれませんけども、こういった本にね、もし興味があられる方はぜひね、読んでみられるといいかなと思います。今回も何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。この動画もご覧いただきありがとうございます。私が本好きなので、好きなタイミングで好きな本をですね、読みながらその一部をね、かいつまんで解説をしていくチャンネルになっております。本が好きな方、いろんな情報に触れたい方はぜひチャンネル登録をお願いできたらと思います。それでは今後ともよろしくお願いいたします。